ソユーズ TM-12 は、ロシアの宇宙、ステーションミールへの12度目の往来である。打ち上げ時、帰還時、ミールへの12度目の往来で、イギリス人が初めて宇宙飛行した。ミール場の前のミッションの乗組員が、アルツェバルスキー、クリカレフと、受納計画の一環として登場した、イギリス人のヘレン・シャーマンの3人を迎えた。シャーマンの専門は科学だったが、 ソビエト連邦が彼女に用意した実験計画は生命科学に偏ったものだった。25万個のバンジーの種が入ったカバンを宇宙船の放射に直接さらされるクバント2のエアロック部に置いた。シャーマンはまたイギリスの小学校休校と無線で中継しアレクトロッポグラフマイナス7計装置を用いて高温超電導の実験を行った。シャーマンはミールの中は スターシティにあるガガーリン宇宙飛行士訓練センターの訓練施設よりも散らかっていて実験装置を探すのに苦労したと語っている。クリカレフも彼が最初に来た時よりも見えるのもジュールが増え混雑しているように見えたと語っている。また宇宙船の外壁を構成する素材は色あせていたが宇宙船の運営には影響がなかったとも語っている。 ミールと144日間ドッキングして過ごしていた間にミハイル・ゴルバチョフに対するクーデターが失敗してソビエト連邦全体は動揺しており1992年1月1日のソビエト連邦崩壊につながる運動が起こっていた。ありがとうございます。